皆さん、今日はお忙しい中、ようこそお集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから、道と川の駅から千曲川流域の地域振興を考えると題して、千曲川流域フォーラムを開催させていただきます。今日のフォーラムですけれども、千曲川流域歴史文化実行委員会と千曲川流域学会が主催して行われるものです。それでは開催に先立ちまして、千曲川流域学会の会長の大野明さんから一言ご挨拶をもらいます。よろしくお願いいたします。学会の皆さん、版画住民の皆さん、こんにちは。こんにちは。今紹介いただきました流域学会の大野でございます。2月29日に東シナ海に浮かぶ福江島から帰ってきたばかりで、椿が満開の五島列島に比べ、春は名のみの信州の寒さがこたえます。五島では離島再生シンポジウムがあり、私の基調講演と長野大の大野ゼミの5人の研究発表がありました。大変好評でしたので、安堵して、帰ってまいりました。今日は2011年度の千曲川流域学会の締めくくりにふさわしい道と川の駅を生かした流域の地域振興についてのシンポジウムとなっております。午前の総会に引き続き、先ほど事務局の方から紹介がありましたけれども、第1部千曲川の自然環境の現状について、いろいろお話をいただき、引き続き第2部でパネルディスカッションとなっております。こうしたシンポジウムがこの地で開催できたのも、版画の住民の皆様方のご協力があってのことだと、こういうふうに考えております。改めて御礼を申し上げます。今日はまた川の駅の重要性に精通されておられる千葉県香取市から林浩一さんが遠路を駆けつけ、貴重なお話をいただくことになっており、大変楽しみにしております。また、長野大学の学生諸君の版画地区全戸調査の結果報告もあり、これもまた楽しみです。版画住民の皆さんと共に、道と川の駅から流域の地域振興に果たす役割の大切さを学び、このシンポジウムが学会に新しい息吹を吹き込んでくれることを願って、私の挨拶といたします。これからも千曲川流域学会をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは早速シンポジウムの方、プログラムの中身に入っていきたいと思います。第1部の上田道と川の駅のある版画地区の調査報告ということで始めさせていただきます。では最初に千曲川の自然環境の現状ということで、その地域を含めて千曲川流域のさまざまな調査をされてきた高橋大輔さんにお話をいただきたいと思います。お願いします。どうも皆さん、こんにちは。長野大学環境ツーリズム学部の高橋大輔といいます。今日はですね、今日の、シンポジウム第1部第2部通して、そのベースには千曲川の、自然があると。でそこから、僕ら人のですね、いろんな営みが生み出されてきてるわけですが、じゃあそのベースになってるですね、千曲川の自然って今どうなっているのかというところを、僕の持ち時間短いです。もう本当に少しだけなんですが、お話しさせていただこうと思います。簡単にちょっと自己紹介させていただくと、関西生まれの関西育ちです。大阪で生まれた人間で、2007年から長野大学に赴任をしてきました。で、専門は川とか湖に住んでいる魚の生態を研究することです。で、2010年からこの上田道と川の駅のですね、運営に携わる整備連絡協議会というところの一つの部会でですね、教育文化情報部会というのがあるんですが、そこの部会長をさせていただいています。であと、今回のですね、フォーラムに関して、千曲川流域歴史文化実行委員会の、人間でもあります。でもしですねこの中で、僕のことについてもっと詳しく知りたいなというふうに思ってくれた方はどうぞウェブで検索ください。高橋大輔だけだとスケートの方の人がぶわっといっぱい出てきちゃうので長野大学というのもちゃんとセットで検索していただけるといいかと思います。はい、それじゃあ早速、話をしていこうと思います。まずですね皆さんにご質問なんですがコップ10ってご存知です？でここで僕は一応関西人なので水を飲むコップとちゃいますよとあまり受けないですよね。はい、でコップ10っていうのは国際条約のその締約国が集まって開催する、国際会議のことですね。で、2010年今から2年前に愛知県の名古屋で生物多様性条約の、国際会議っていうのが開かれました。で最近この生物多様性っていう言葉がですね自然を守ろうとかですね自然を生かそうっていう時によく出てきています。で皆さんも生物多様性っていう言葉はですね耳にされたことある人いるんじゃないかと思います。でこの生物多様性も含めてですね特に、世界それから日本では1990年のですね前半すごくですね人の意識が環境に対する意識が、高まってきました。でその中でブラジルで行われたですね国際会議であったり、日本のですね、環境基本法93年に、成立されたものがあるんですが、こういったものの中には先ほどの生物多様性っていう言葉が、キーワードとしてですね盛り込まれています。でこういったですね世界の自然に対する流れというのは自然ってなんとなく素晴らしいよねっていうような曖昧なものではなくて、自然をですねしっかり守っていかないと僕ら人間の暮らしがですね成り立たないよと生活できなくなっちゃうよと。だから自然を守るっていうのは人間以外の動物のためというよりはむしろ僕ら人間のために守らなくちゃならないよねということが、世界でも日本でも確認されつつあるというのが現在のですね世界日本の流れです。でその中で特に自然を守る時にはですね生物多様性っていうのをしっかりと保っていく必要があるんだというふうに言われる世の中になってきてます。じゃあこの生物多様性って何なんやと。でいろんな生き物世の中には生活しているわけですが大体ですね地球には500万から5000万種だいぶ幅がありますがこのぐらいの生き物がいると言われてます。でこういういろんな種類のですね生き物たちが生活している簡単に言うと生物のにぎわいのことでこれをですね生物多様性って呼ぶんですね。でそれぞれの生き物っていうのは単独で生きてるわけではなくて、いろんな生き物とですね関わり持ちながら生活しています。でたくさんの生物のにぎわいが高ければ高いほど、たくさんの生き物がいるほどこの生き物同士のいろんな関係ですね食われるとかお互い助け合ったりとかですそういう関係性っていうのは複雑になってくるわけです。でこの複雑さっていうのが実は大切で、複雑であればあるほど、この自然の恵み私たちが受け取るいろんな自然の恵み専門用語で生態系サービスっていうふうに最近は言うんですが、こういったものが生まれてくるようになるわけです。ですので、自然の恵みずっと使っていこうと思ったら生物多様性生物のにぎわいっていうのを守っていかないとダメだなというわけです。じゃあこの生態系サービス自然の恵みって何なんかというところを、ちょっとだけ説明すると、自然の恵みいろいろございますね。で一番分かりやすいのが食べ物とか飲み物とか自然から僕ら受け取って生活してるわけです。でそういう自然の恵みのことを、供給サービスと言います。でその他、住みよいですね気候を整えてくれたり、洪水が起こりにくいですね状況を作り出してくれたり、人の暮らしを支えるですねさまざまな調整を行っている自然の恵みのことを調整サービスであと、自然の中に行くとですね心が癒されたりだとかあと、川とかですね森を使って自然のことを学んでもらう教育活動を行ったりだとか、そういった人の文化とか教育に関わる自然の恵みのことを文化的サービスというふうに言います。で大きくですね、自然の恵み3つに分かれているわけです。でこういった自然の恵みっていうのは、強さ弱さ様々ですが、僕ら人間の福利、人間がですね安全に生活したり、豊かに暮らしていったり、で健康に暮らせたり、でそれから良いですね社会的な絆を結んでいったり、そういったものにしっかりと関わっているものなんだよというわけです。でこれが前置きで、じゃあ千曲川、僕らがですね普段の、生活の中でですね目にしているこの千曲川ってじゃあどうなっているのか。で簡単にその千曲川の説明をさせていただくと、こんなものは私が言わなくても皆さんご存知だと思うんですが、日本で一番長い川ですね。で新潟に行くと千曲川は名前を変えて信濃川になる。で日本海にやがて流れ込んでいきます。で大体流体がですね370キロぐらい、非常に長い川です。でこの千曲川には、いろんな生き物が生活してるんですが、特にですね川の生き物といえば、魚かなと。でここではちょっと魚の話少ししておこうと思います。でこちらにですね文字がちっちゃいのであまり本気でご覧にならなくても構わないんですが、たくさんのですねこれ生き物の名前、魚の名前が書いてるんです。でたくさんの名前っていうのは、これは千曲川に住んでる魚の名前が書かれてます。で大体ですね、68種類、70種類ぐらいの魚というのが千曲川では生活してます。でこの中で、特にですね僕たちの暮らしに馴染み深いのは鮎かなと。で鮎は普段ですねの生活の中で口にすることもたびたびある、大事な、特に水産資源としてですね大事な魚だというふうに言えると思います。でこの鮎、これもですね意外にご存じない方おられるんですが、鮎っていうのは鮭とかですねうなぎとかああいった魚と同じ回遊魚です。海と川を行き来する魚なんですね。で川で生まれた、子供はですね海に下ってって、ちょっとですねちょっとの期間海の中で、生活したらまた川に戻ってきて、より大きくなって最後卵を産んで死んじゃう。でそういう生活を送っています。でベジタリアンで、川のですね石の表面に入ってるぬるぬるありますよね、藻類なんですが、ああいった苔を餌にしている魚たちで、さっきも話しましたが、千曲川の水産資源として最も大切だなと言われている魚です。でこの鮎だけではなくてですね、その他いろんな魚が千曲川では、水産資源として水揚げされているわけなんですが、これ平成9年からですね13年、ちょっと古いデータですが、県内のですねいろんな魚の漁獲量示したグラフです。で、この部分だけちょっとご覧いただければと思うんですが、ここが鮎の漁獲量です。で多少ですね昔よりも、徐々にですね減っているように見えてきますが、それほど大きな漁獲量の変化というのはありません。で、この鮎の、漁獲量は、ほとんどイコールですね川にたくさんその鮎が住んでるかどうか、鮎の資源量とですね関連してるっていうふうに考えられているわけですので、鮎は増えも減りもどうもしてないようだというふうに見ることができます。でただこの鮎っていう魚はですね毎年毎年放流してですね数が維持されている魚なんですね。実は今千曲川の鮎は野生では絶滅しているというふうに言われているんです。で他県からですね多くは琵琶湖のものだと思うんですが、鮎の子供を連れてきて放流して、で鮎釣りを楽しむ人たちがいたりですね僕らが口にするような鮎というのになっているわけです。でこの先ほど少し話した鮎は回遊魚なわけなので、海とですね川がしっかりつながっていないと、鮎っていうのは自然では増えていくことできないわけですね。で今千曲川信濃川には大きなですねダムいくつかございまして、そういったダムがですね海と川の行き来を妨げていて、鮎っていうのが自然では増えないのかなと、でそんなふうに言われています。でこういったですね鮎も含めて、千曲川に住んでいる魚なかなかですねみんな厳しい状況に置かれてきているんですが、そういった魚にですね影響を及ぼす環境の変化って何なのかと。でこれいろいろあります。でその中でここでは濁り水についてちょっと紹介しておきます。で一般的になんですが、魚っていうのは濁り水が来ると逃げちゃうと。でこういった川の水が濁るのは何でかというと、陸上からですね土砂がこう混ざって入ってくるからだと言われてます。でこういう土砂をですね川の中に入ってくるのを防ぐのが、森の役割、なわけなんですね。で以前その千曲川の上流の方でですね、その川の周りにどのぐらい森があるのかというのと水の濁り具合というのを調べた調査というのが行われていまして、でそのデータというのをここにちょっと示してますが、これ、畑の面積、それから森の面積で、こちらが、水の濁り具合を表す、指標です。数字が高くなればなるほど水が濁っているという、ことを示しているんですが、別にですね森が増えようが畑が増えようが、水がですね極端に濁るとか濁らないとかですね、そういう関係はその上流の方では見られなかったというのが、報告されてます。でこれを受けてですね昨年から私の大学の学生たちとですね千曲川のもうちょっと広いところで中流から上流の方にかけて、広い、範囲で水の濁り具合とそれから川の周りの土地っていうのがどうなってるのかっていうのを調べてみました。でここに細かくですねぐちゃぐちゃっと書いてるんですが、これは一応科学的なお作法にのっとって調査しましたよということが書かれているので、あまりしっかり読まれなくても構いません。で、濁り水、水の濁り具合とそのどういう人のですね土地利用との関係が見られるかというのを分析してみると、川の周りにですね実はその林が、特に広葉樹の林が多かったり畑が多かったりで荒れ地が多い。でこうなると水の濁りっていうのは上昇するっていう分析結果が今のところ出てきています。でまだまだちょっと調査途中で、データ増やしていかないとダメだなとは思ってるんですが、思ったほどですね林、森っていうのがその水の濁りを防いでくれる役割は今のところ果たしているようには見えない、こういう結果が出ていたり、あとそうは言ってもですね陸上どういうふうに管理していくかで川の環境っていうのは変化していくんだというところ、この辺りが今分かってきたなという範囲です。で普通考えられていることと違った結果が出るのが自然を相手にした研究ではよく見られるんですね。でとにかく自然環境っていうのはすごい複雑で、どんなふうに変化していくのか分かんないという難しさがあります。でそういった自然に僕らはうまくですね対応していく必要があるわけなんですが、その時にですね、この順応管理っていうやり方で、自然にですね関わっていくというのがいいだろうと最近は言われているんですね。でこれは何かですね自然を良くするための、作戦というのを考えてですね実行してうまくそれが効果を持つ作戦なのかをチェックして、で、まずいところがあったら改善してというのを延々と繰り返していく。でこういったですねサイクルで自然に関わり続けるのが僕らは大切なんだろうなというわけです。でこの中でその自然をですねチェックするっていうのが特に僕は重要だなと考えていて、でこのチェックじゃあ誰がするのかと、例えば私専門家ですがそんなにたくさん世の中に専門家いないわけですね。でじゃあチェックはチェックのことをモニタリングって言うんですが、それ専門家だけしかできないかというとそんなこともなくてですね専門家以外の方でも簡単にその水のきれいさなんかをですねチェックする方法というのはいろいろございます。でここでちょっと省きますが、そういった方法はありますし、川に関してはその川にですね関心を持つ、それだけがチェック機能になり得ると思います。毎日川見ててあれちょっと様子がおかしいな、これも立派なチェックです。で最近ですね残念なことにその川から意識離れている方というのが増えつつあるかと思うんですが、特に子どもの川離れっていうのが深刻かなと思うわけですね。でこういった子どもたちの特に環境への意識理解を高めるような教育っていうのはしっかり行っていく必要があるなと最近考えています。で昨年ですねこの10年以上、行われている、イベントなんですが、この道と川の駅の、前でですね、鮎の放流会っていうのを行っています。でその鮎の放流会に昨年ちょっと参加させていただいて、でそこに参加している小学生に対してですね、鮎を放流する前とその後でですね、千曲川っていう言葉から連想する単語、どんなふうに変化したかというのを調べてみました。で参加してくれるですね、小学生たちはですね、川辺小と南小、この近くの小学校の子たちなんですが、まずその千曲川という言葉から連想した単語の数、どちらの小学校でも放流前よりも放流後、鮎を実際に触ってですね、川の水に触れて、そういう体験をした方が千曲川から連想する言葉というのが増えたと。であとその子どもたちが連想した言葉っていうのを遊びとか生き物とか、いろんなものにですね分類して、その分類したカテゴリーの数が増えたかどうか見てみると、こちらの小学校では変化なかったんですが、こちらの小学校では放流の後の方がこのカテゴリーの数も増えたと。でこれ何が言いたいかというと、こんなふうに言うてる方がいます。理解とは人が知識の要素間に見出す関係の個数および性質であると。でこれなんかややこしい言い方してますが、なんか簡単に言うと、なんかある一つのことに対してですね、なんかこうイメージするいろんなものに結びつける、その結びつけの数が増えれば増えることほど、その一つのことに対する理解が深まったと言えるんじゃないかということですね。でこれが正しいのであれば、その鮎を放流するという体験を子どもたちしたことによって、千曲川っていう、場所をですね、より理解したというふうに、言うことができるんじゃないかと思います。自然をですね材料にした、教育活動というのは子どもに良い効果を与えるだろうというわけです。はい。でもうこれでおしまいなんですが。千曲川からですね、今後いろんな恵みを受け取り続けていくためには、その生物多様性っていうのを意識することが大事で、あと川だけじゃなくて陸上のことも、そして、海とのつながりっていうのも考える必要があると思います。で、また川離れをですね、子どもたちの川離れを防ぐための環境教育活動というのもしっかりと行いながら、人と川を結びつけていくということを、特にですね僕ら大人たちがしっかりと行っていく必要があるなと思っているところです。はい、ちょっと話しすぎちゃったところありますが、これで僕の話終わりにしようと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、地元の神田地区の紹介を、今日お忙しい中、神田の自治会長の石井和夫さんにお話をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。皆様改めましてこんにちは。地元の半田自治会の、自治会長を手伝っております石井和夫と言います。よろしくお願いします。半田地区は石井さんばっかで、学生の皆さん多分戸惑われたと思いますよね。どこ行っても石井さんですから、とにかく石井ばっかしで、なんでこんな石井ばっかし増えたのかってことについては、またいつかの機会にね、お話しすることがあるかと思いますので、またご紹介させていただきたいなというふうに思います。半田地区の紹介しろということでございますけれども、半田地区っていうのはですね、千曲川沿いに大体3キロ、それから千曲川から山の方まで 1.8 キロ、大体 5.4 平方キロですね。計算すればすぐ出てくるんですけど、上田市の大体面積が552平方キロですから、その100分の1ぐらいということですね、ございます。世帯数は125、今年の住民登録してある世帯がね、人口は361人、本当になんかこうかしがっていきそうな自治会なんですけれども、人口密度70人ということですから、上田市が大体290人ぐらいです。本当は上田市の平均でいけば、1600人ぐらい欲しい場所なんですね。十分面積があるんですけれども、なんせ山が多くて、川が迫っているというところです。標高は大体400から約高いところで1000メートル、平均斜度が33度ということですから、スキーの回転競技ができるような場所ですね。千曲川、裏野川を目の前にして、後ろに山、崖があって、急傾斜の沢があって、大変守備範囲の広い自治会でございます。歴史は塗り替えられるということもありまして、皆さんご存知だと思うんですけれども、事実とは違ったものが作り出されたりですね、あるいは新しい発見によってその歴史が違う認識をされたいということがあるんですけども、私みたいにこんな田舎のおっさんが話すことはあんまり真剣に聞かないで、そんな話があったかなぐらいに聞き流していただくぐらいにお願いしたいなというふうに思います。高橋先生のですねお話の研究に比べたら本当に私の話なんてのは田舎のおっさんの茶飲み話ですから、お願いします。何からお話をしていいかということですが、まずここでお話したいのは岩花ですね。高さどのくらいあると思いますか？皆さんご存知の方いませんか？考えたこともない誰かいませんかね？およその検討どうですか？地元の方何メートルぐらいだと思う？岩花の高さざっと、ああほぼ正解ですね。大体120メートルぐらいです、いうことですね。ここにはですね、藻岩菜綱とか、あるいは岩名子などが自生しておって、両方とも天然記念物になっているわけですけれども、特に藻岩菜綱はですね、4月になりますときれいな花を咲かせてくれますので、また機会ありましたら皆さんぜひね出かけていただいて観察をしていただければいいと思います。さて今ね千曲川はね今柵の方からこっちに流れてますね。でどうもねその大昔には、いろんな状況証拠からですけど、その高速のあたりが一番高くて千曲川は東京湾に流れていたっていう説があるんですね。で東京湾の奥ずっと沖の方行ってみますと 1,000 メートルぐらいの海溝がありまして、でそれだけのこの深さに掘れるってことは相当大きな流れが東京湾に行ってたんではないかと、これは私が調べたんじゃなくて NHK テレビで言ってました。そういうことからいくとですね、これだけのその深い海に海溝になるには相当の流量がなければできないということなんだそうです。で今の千曲市付近がどうも一番高かったらしくてですね、で、いたんですけれども、ところがですねその後で今度浅間山が噴火をするんですね。で浅間山が噴火した時は当時っていうか最初は5000メートルぐらいあったらしいです。で佐久インターからね、中部横断自動車道のジャンクションに行くところをかけて見ますとね浅間山がくっきりと見えます。天気のいい日ねとね、東側の稜線と西側の稜線とこうずっと目で追ってみますとすごい高さになります。あれが多分計算すれば 5,000 メートルぐらいかなというふうに思いますね。あんまり長い時間見てるとちょっと高速道路ですから危ないですから、じゃっと見て、計算してみてください。で、それが噴火をして今のぐらいの頭が全部吹っ飛んであったわけですね。でそのために向こうが高くなって結果として千曲川は今度こちらへ流れるようになったんですが、高速の辺りが高くてで海ができたっていう話なんですね。この辺一帯だから柵の方行くと海尻とか海の口とか海にまつわる地名も残ってるわけなんですね。で、そのなんですかね後で今度はこの岩花が地上へ隆起してきた。で、隆起してきたその証拠っていうかあれなんですけどもね、なんていうかな、岩花の間よく見ていただきますと岩の間にこういう丸い石あるの分かりますかね？見たことある人いますか？あれは捕獲岩って言いましてね、下からこうずっと上がってくるときににあったこういう石を巻き込んで中に入っているものです。今度よく見てください。岩花っていうだけじゃなくてぜひ見てください。それからあそこのちょうどその隧道っていうかもう通れなくなってるねトンネルがあった上がなんとなくこんなふうになってたんですか。あれ人間が掘ったものじゃなくて実はこの川の流れが作ったものということで、ございます。これは地質学をやってる人から聞いた話なんで多分それは本当の話じゃないかなというふうに思います。それでそういう中でその鉱石の方が地盤沈下したもんですからこの一帯に溜まっていた水が流れる、そういう中であそこがちょうどネズミがかじったようなね、後になって、残っているんだというふうに思います。で、あたかもこうネジみがかじった本当にそのように見えるんで、もしかしたらそうなのかもしれませんけど、ちょっとそこまではねあれです。あとですね、いよいよ人間が登場するんですけれども、こんな北斜面のね人が減っちゃって困るような場所なんですけど、実はですね今から8000年くらい前、縄文時代にですねもうすでに人が住んでいたという証拠が出てきました。でそれはバイパスができてその下に遺跡があるということで掘り返してみたら出てきたというものでして、縄文時代の遺跡遺物ですね、それから弥生時代の遺跡、それから古墳時代のお墓も見つかりましたね。で皆さんご存知ですか、あそこにお墓を復元してねございますけれども、あれがいくつか出てきたということで、一説っていうか伝説的な話ですけれども、刀も昔あったっていう話ですけど、誰か掘ったんでしょうかね、そんなことです。でこの版画の地跡にはねそういう遺跡がたくさんあります。で数え上げると数え上がるくらいたくさんあって、私も掘ったことがないので何が出てくるか分かりませんけれども、いっぱいあります。またぜひねその、機会があればねそういうところもこうだよああだよって話もできればなというふうに思います。今日は頭の中でただ話を言葉を出してるだけですか分かりませんが、で当時はねなんでいたのかっていうことなんですけれども、これは精錬した鉄を作った跡っていうんですかねあって、どうもその千曲川の砂鉄を鉄に精錬していたではないかなというふうに推測される学者の方も言われます。ともあれですねその8000年も昔から人がいたってことは、今でこそ皆さんいろいろ言いますけど、こんなに住みやすい場所だったんだということをね示してるんじゃないかというふうに思います。皆さんそう思いませんか？思う方ぜひ拍手ください。ありがとうございます。その後江戸時代になりましてですね養蚕が盛んになりますね。産業としては多分江戸時代が、からその養蚕ができてきたんだと思うんですけれども、特にですね、蚕種蚕の卵を取るのがね非常にこの地区では盛んだったようです。で塩尻地区もそうなんですけれども、結局乾燥地帯で風が強くて、病気になりにくいということがあって、その特徴を生かしてねやったんだというふうに思います。でそういうふうに千曲川を挟んでですねこの塩尻地区とは非常に関係が深くてですね、渡し船もありましたし、それから親戚関係もね、ある人も大変多いです。それからもう一つ興味深い話でね下塩尻、今の市長さんのうちのすぐそばなんですけども、そま人通りっていうね地籍があるんですよ。でそま人っていうのは木こりのことですね、木を切る人っていうか、木片に山と書くですけども、ありましてね、でこれはその山を守る役人やですね山を管理する山の木を切ったりする木こりの人っていうんですかね、そういう人たちが毎日どうもその千曲川を渡って版画の山に来て作業していたんではないかっていう、そういうふうに言われております。そういう形ですね。その後明治になりますとですねまたいろいろやるんですね。頑張り屋ですね版画の人たちはね。手掘りのトンネルご存知の方いらっしゃいますか？手掘りのトンネル見たことある人、話聞いたことがある人いないですね。こんな私どもにとっては有名な話なんですが、今のですね二詰めのトンネル、版画トンネルのですねトンネルの下から行くんですけれども明治33年に完成したんですが、トンネルがあるんですよ。本当に手掘りの岩がむき出しのトンネルですね。で実はそのトンネルの出口から千曲川と榊方面を撮った写真がですね日本百景に選ばれたんです。だから日本百景っていうのは千曲公園の景色ではなくて、そこのトンネルから撮ったその写真が見事な芸術品なんですね。でそれは今版画の公民館に1枚だけ残ってますけれども、またご希望があればまたお見せしますので、なんですけれども、でその千曲公園日本百景に選ばれたのを記念してですね、ここは観光地として売り出そうということで千曲公園を作ったんですね。当時の泉田村が。で、今はありませんけれども、その百景に選ばれたのを記念して今の県道のあそこのところに記念塔っていう塔も建ててね、地元の人たちは大変喜んで、そういうなんとかしたいということで、ね、これ余談になりますが、これ私の父から聞いた話ですけれども、その千曲公園ができた時にですね、ここを別所と結んで、一大観光拠点にしようということで、当時はですね、別所にも芸者さんがたくさんいてですね、なんですかね、もう練っていったっていうかね、版画の今ありませんが集会所っていうところから練って、子供、うちの父なんかはまだ子供だったもんですから、こういい着物を着せてもらって千曲公園まで行ったと。それをいろいろ企画していただいた方が下野城や福田の方にいらっしゃいます。もちろん今は生きておりませんけどね。ですね。で当時はですね、そのトンネル作るのにも村の人たちがみんなで出てですね、私の家にもその岩を掘った時のね、石の実っていうんですかね、こんな太いこういうの実がありましたですけれども、それまではあそこの古城という山道を下って、川べりを通って、下版画の方に行っていた、あるいは山を越えて通行していたという状況ですね。そういう意味では本当に村の人たちっていうのは大したもんだと思いますし、実はですね、それもエピソードありまして、そこに私があったもんですから、塩尻のですね、ある酒造会社、酒屋さんですね、1軒しかないから名前言ったとまずいから言いませんけれども、200円ぐらい寄付してくれたそうですね、その明治33年の当時のお金で。でそれはなぜかというと、当時塩尻の人たちが川のこっちへ来るには古船の渡ししかなかったんです。でそれがここから行けて、ものすごいその距離が近くなったということで、ありがたいということで、いわば今の上田榊バイパスみたいなもんですよ。近くなってありがたいということで、そういうエピソードも残ってます。で、このトンネルできたといってもですね、実はその、ここは断崖絶壁なわけですが、先ほどの資料ありましたか、配っていただいてありますかね。で今配っていただいたと思うんですけれども、大正から昭和にかけてですね、この岩の下のですね、崖の下の、道をその改修するっていうかね、いう事業が行われたんですね。で、詳しくは言いません。そこに書いてあるとおりですから、ぜひご覧になってください。で、本当に私は感動的な文章だと思います。でこれは実は元はですね、もっと難しい書き方してありましてですね、今日来てらっしゃいますかね、地元の柳沢長夫さんという方がこういうふうに何ですかね、我々でも読めるように訳して、いただいたということでございます。でそういうのから見るとですね、昔の人たちのその先人のですね、心意気っていうんでしょうか、大変躍動感あふれるね、文章だと私は思いますけれども、そんな先人にね、負けないように我々も頑張らなくちゃいけないというふうに思います。最後になってきましたけど、こういう経済成長ね、かつての中で、地区の多くの人々はですね、兼業農家となって、その人たちが今高齢となって、その子供さんがもうすでに、職を辞すという状況になってきました。でそのお孫さんたちももう家を出ようというようなふうになって、ご案内の通りこり過疎化がどんどん進んでいる。昭和29年には780人ぐらいいましたから、半分に減ってるわけですね。で世帯数はほとんど変わりませんという状況でございます。で高齢化率も 30% ということで、上田市では9番目だそうです。でもこの地域には7番目っていうところもあるそうですから、それから見ればいいかなと思うんですけれども、しかし大変な、なんとかしなきゃいけないなということです。特にこの版画地区の一番榊寄りのですね、下版画という地区はですね、非常に深刻ですね。助けをしようにもですね、自分がもうダメですから助けるなんていうわけにいかないというふうになってるわけですね。で、一気にね、私たちも解決するっていうわけにはいかないですけれども、しかもこれはその昭和29年のその頃から見れば、何十年もかかってじわりじわり来たわけですから、これからじわりじわりとですね、頑張っていくしかないなというふうには思います。ここ数年ですね、自治会でもこのことを真剣に捉えて、一つの方向としてですね、地域活性化委員会というのを立ち上げまして、そのが中心になって日頃の触れ合い活動だとか、あるいはこの地域がですね、いいところだと言われるように人が戻り、人が来てくれるようなですね環境づくりを目指しているところでございます。その意味ではですね、映画監督などの文化人、あるいは都会からこの地に移り住む方が出たり、あるいは蕎麦屋さんもできましたから、そういった点では私は嬉しいことじゃないかなというふうに思っています。農業面ではですね、シカやイノシシの被害でその耕作意欲を奪われたりですね、あるいは病気や高齢で農業をやめる方が出てきたりと、次々とこう難問が生じているわけなんですけれども、しかしね、この地に生きるその私たちはですね、有害獣から作物を守るためのですねネットを張るだとか、あるいは除雪作業を共同でやってね、それぞれの負担を減らすようにするとか、あるいはトラクターを買ってみんなで助け合ってやっていこうだとか、あるいはその魅力アップ事業ということでですね、花を植えたり桃や桜の木を植えたり、なんとか人が来て楽しんでいただけるような場所にしようじゃないかということを取り組んでいる状況でございます。で、私はそういう地域のですね皆さんのその頑張りには心から敬意を表してですね感謝をしながら過ごしている毎日でございます。夢や希望をね叶えるよということで目的を持ってこの地を離れるのはそれはそれとしてね、私は素晴らしいことだと思いますけれども、一方でですね、この生まれ育ったこの大地でしっかり根を張ってですね、生きていくことも大事じゃないかなというふうに思います。この先ほどからいろいろやっているこの道と川の駅もですね、私たちの地元の中の地元でございますので、もっとその有効にですね利用する方向を考えて、また実践をしていかなくちゃいけないというふうに思っています。で、それは地元のね私たち自治会だけでできることじゃありませんので、版画も頑張るんだけれども、少なくともこの道と川の駅整備連絡協議会もあるし、今日のように、こんな素晴らしいですねフォーラムを開いていただくこともあるわけですから、少なくともこの地域の版画だけではなくて、この地域の人たちが中心となってここがですね活性化の拠点になるように、していきたいと思いますし、皆さんの力でしていただきたいなというふうに思っています。で、この交流センターを利用してですね、いろんな夢はあるわけですけれども、それはまたこれから皆さんとですね語り合っていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。100人いたら100の夢があるわけですから、ぜひね、お互いに交流し合いながらいい方向を出していただきたいというふうに思います。本当の最後の最後ですが、今日このようなですね機会を設けていただきました関係の皆様に、私は心からお礼を申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。で、その後ですね、この後学生の皆さんから発表ありますけれども、貴重な夏休みを返上してですね、去年頑張っていただきまして、ドコモ EC さんでね大変苦労したと思うんですよ。本当にお疲れ様でございました。その発表にですね、私は楽しみにしています。その我々が考えていることと皆さんが聞いてきたこととのね、この違い、住民と我々との意識の違いがあればちょっと困るかなという心配も実はあるんですけども、期待をしていきたいと思います。この地でですね、夢と希望を持ち、そしてまたその夢と希望をですね、私たち一人一人が自分から発信していけるような、そういうような生き様をですね、これからもしていきたいと思いますし、皆さんとしていきたいなというふうに思っているところでございます。そんな決意をですね最後に申し上げまして、私の拙いお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。それではすでに石井さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけれども、この後長野大学の学生による版画地区の住民意識調査報告の報告をしてもらいたいと思います。じゃあ最初に古田さん全体のイントロをお願いします。それではこれから発表させていただきますが、まずお礼を申し上げたいと思います。私、長野大学の環境ツーリズム学部の古田と申します。こんにちは。私たちの長野大学は上田の信濃自由大学の理念がありまして、この地域の方々が大学を誘致しようということで、呼んでいただいた民立の人々が作った大学というふうに考えております。でそこで環境ツーリズム学部というのは地域の自然、環境を守りながら人間と、自然が共生して、とても素晴らしい持続可能な、地域を作っていってでそして、元気な活力のある、地域活性化に結びつけていこうというような目的で設置をされております。そして観光の専門家と環境の専門家と地域づくりの専門家からなってるんですけども、その教育研究活動として、地域で調査をさせていただいてでそれを地域で発表させていただいて活用していただくということが、目的で、この研究を、やってまいりました。ですので今日はですね、こういうようなフォーラムのチラシを全国配布させていただいていると思うんですけれども全員の方に、お知らせをして、ここにぜひ多くの方に聞いていただいて、そしてここでまたディスカッションをしながら、活性化に結びつけていただければという思いで、お手伝いをしているつもりでやっております。まずお礼を申し上げたいのは前後調査ということで学生が夏休みにお邪魔をいたしました。お時間をいただきまして本当にありがとうございました。ここでお礼を申し上げます。今日はですね資料の中にこの道と川の駅のこれまでの、経緯についての資料が入っております。平成8年に上田道と川の駅の検討委員会が始まってから皆さんの長いご苦労の歴史がここにありますけれども、本当に元気いっぱいなですね、これからの将来を感じさせるような展開がずっと続いていると思うんですけれども、特に平成21年上田道と川の駅の整備連絡協議会準備会、自治会の方も入って、地域の方が本当に協力をして、こういうふうに行政と連携をして、進めていくという形はとても素晴らしいことじゃないかなと思って私も協議会の方でお手伝いをさせていただいております。それでは調査結果をまとめたものを発表させていただきたいと思いますのでします。長野大学環境ツーリズム学部3年の児玉直樹と申します。それでは版画地区住民意識調査、地域環境班の発表をさせていただきます。まずはじめに版画地区全校調査の回答者の特徴について説明させていただきます。まず男性が 70% と女性よりもはるかに多く、さらに60歳以上の方が 62% と高齢者が多い傾向にあります。また家族構成の場合ですと2世代家族が 42% と多い傾向にあります。続いて居住歴についてです。生まれてからずっと居住しているという方が過半数おり、1970年代以前で 16%、70年以降で 33% と70年以降の方が多い結果になります。また職業別で見てみますと農業が 33% と最も多く、次いで会社員が 23% と次いで多いです。続いて版画地区の住み心地についてです。住み心地、自然環境、通信環境についてはおおむね満足しているという結果が出ました。それに対して雇用・医療環境について不満を感じるという人が多かったです。続いて版画の教育環境についてです。どの年代で見ても満足感を持った人は少ないという結果が出ました。続いて地域への愛着や活性化の意欲についてです。地区への愛着、近所付き合いの程度、活性化の意欲に対してはともに高評価が多く、地域への愛着を持ち、近所付き合いを大切にしている人が多く、地域活性の意欲を持つ人が多いという結果が出ました。続いて外部の人に対する意識についてです。表のように性別を問わず外部の人に対しては友好的な人が多いと考えられます。続いて半額の美味しいものについて説明したいと思います。里山、畑、千曲川では、リンゴやナス、トウモロコシなどの農産物のほか、アユやウナギなどの魚、山菜、キノコ、鹿肉などが挙げられ、伝統料理ではおやき、ニラせんべい、骨付け、団子汁など独特な伝統料理が挙げられております。では、版画ならではの料理について説明したいと思います。千曲川流域では辛味大根が有名で、伝統野菜としてネズミ大根が挙げられます。また、その他にも千曲川の伝統漁法柳漁などが有名なことから、鮎の唐揚げや塩焼き、うなぎ料理などが、有名であります。続いて次の発表者に変わります。では変わりまして、名護大学環境ツーリズム学部3年生西純平が、半額地区の農業、河川、森林資源など自然に関する報告をしたいと思います。まず版画の方たちの野菜の入手先についてです。版画地区の人たちの野菜の入手先は全体的に自家栽培の方が多いです。81%、8割以上の方が自家栽培で野菜を入手しています。自家栽培をしている人の農地面積は平均で100坪から200坪ほどの小規模農業で、農業を行っている時間も朝1時間、休みの日少しだけと、ちょっとした、小規模ちょっとした農業であるものが大半です。そのため大規模に作るということはなく、自分たちで賄う分しか作らない人が多いです。しかし余り物を直売所へ持っていくという人も多少いるようです。続いて自家栽培をしている作物についてです。今回調査した季節が夏だったので、主に夏野菜が多かったです。最も多かった野菜はきゅうり、続いてナス、トマト、じゃがいも、玉ねぎと続きます。これに反して、自家栽培を行っている人は米と答えた人が少なかったです。これは版画地区では田んぼが家のそばにない人が多く、小さな田んぼが多いのが原因と考えられます。続いてこれは、自家栽培ではなく農業を職業としている方たちの野菜の出荷先についてです。JA と答えた人が一番多く、これまで通り従来通りの出荷方法をとっている人が多いです。直売所と答えた人はまだ少なく、直売所をもっと活用していければいいなとは思っています。続いて版画地区で農業をしていて不満に思うことです。質問の内容は4つで、直売所が不十分、獣害のひどさ、交通の不便さ、特にない、その他の5項目です。回答者48人中半数以上の人が獣害のひどさを選択しています。地域別で見てみると、上版画および下版画地区の住民に獣害のひどさを訴えている人が多いということが分かります。この獣害被害に対して、個人で獣害対策を行っていますかという質問に対し、回答者34人中はいと答えた人が23人と、半数以上の人、約3分の2の人が獣害対策を個人で行っていると答えました。獣害対策を行っていないと答えた人に理由を尋ねたところ、やっても無駄だと答える人が一番多かったです。獣害対策に関してはすでに諦めの感情を抱いている人も多いことが伺えます。この獣害対策に対抗するため、上田市では上版画の上のところに鹿対策の柵を設置しました。今回はこの鹿柵がどの程度効果あったかについてアンケートを行いました。全体的には効果があったと答える人が多かったです。地区別に見てみると、上版画地区で効果があった、やや効果あったと答えた人の割合が高かったです。これは上半賀地区が最も鹿作に近い集落であるためではないかと考えられます。続いて農業の今後についてどう思っているかについての質問です。今後も農業を続けたいと思いますかという問いに対し、8割以上の人 81% の人が農業の存続を望んでいました。そこで農業復興に必要なものは何だと思いますかという問いに対しては、意外にも獣害被害対策ではなく担い手育成と答える人が一番多かったです。半賀地区における獣害問題は確かに農業における大きな課題ではありますが、真に必要なのは担い手の育成であるということが判明しました。続いて、もし有機農法で就農したい若者がいたら半賀地区の受けに協力したいと思いますかという問いに対して、回答者46人中協力したいと答えた人が36人、ほぼ8割の人が協力したいと答えました。これはこっちの担い手育成という答えが一番多かったのと関係していると思われます。逆に協力したくないと答えた人の理由を地域別に見てみると、上半賀地区において農業環境の悪さが原因として見られます。続いて話は変わって伝統漁法河川に関してですが、簗漁付け場漁という伝統漁法についての知識はあるか知っているかという問いに対して、ほとんどの人 98% の人が知っていると答えました。これらの漁法を知った経緯として最も多いのは直接見たという方で、簗漁、付け場漁など伝統的な漁法は身近なものであるということが分かりました。続いて食べたことのある川魚に関しての質問では、鮎や鯉などが食べたことのある人が多いということが分かります。半賀地区には未だ川魚を食べるという文化が、残っているということが伺えます。最後に森の恵みについて、半賀地区の人が活用している森林資源に関する質問では、キノコ山菜を利用しているという方が圧倒的に多く、半賀での森林資源というと山菜キノコが主なものになるということが判明しました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。続いて、半賀地区住民意識調査の観光編に移りたいと思います。環境ツーリズム学部3年の樋口心です。よろしくお願いします。まず、上田道の駅についてお話ししたいと思います。道と川の駅とは、道路利用者の休憩場所の道の駅と、千曲川の自然環境を生かした、浸水空間の川の駅、水辺プラザを一体的に整備したものです。施設の目的は、来訪者に道路交通や観光などの情報を提供したり、地域の特産物の販売や地域食材を使用した飲食を提供する場、近年自然と触れ合う機会が少なくなったと言われている子どもたちに環境教育の学習の場を提供と、地域住民と来訪者による地域間の交流の場としての活用と、ドクターヘリ、消防ヘリのヘリポート、防災拠点としても活用という目的で施設の運営を行っています。これまでの経過ですが、平成10年4月に建設省道路局長より、道の駅としての登録、同年の6月に、建設省河川局長より、水辺プラザとしての登録をされました。平成14年に施設のオープン予定だったのですが、当時の、知事の公共交通工事のストップの方針で、計画が一旦中止になりました。整備が完了した、水辺プラザでの地域ボランティアによるイベントの開催は継続を行っていました。平成22年4月に地域振興施設のオープンになり、8月には飲食物販サービスの営業開始、平成23年4月には公園区域オープン、7月には仮設物販所おとぎの里物販所オープン、平成23年10月仮設イベントテント野外ステージ設置など、が経過です。計画されている飲食物販専用施設の設備はこれからです。版画地区住民意識調査の結果から、ここからお話ししたいと思います。まず道と川の駅の利用頻度についてです。半数以上が全く利用しない、めったに利用しないと回答されていました。住民にとってもう一度利用したいと思うような魅力が不足しているのではないかと考えられます。ほとんど毎日と回答した3人はいずれも農業を生業としておられるので、うち2人は出荷先を直売所と回答されていました。なので道と川の駅の直売所に出荷している生産者と思われます。次に道と川の駅の施設の中で利用しているところです。最も利用している施設は集会施設と休憩施設でした。物販施設よりも住民の間で利用できる施設が多く使われていると思われます。道と川の駅の各施設の評価、5段階評価で5がとても良い、3はどちらでもない、1が良くないという、5段階評価で分けました。まだ整備途中の物販施設、飲食施設については他の施設に比べ評価が低かったです。直売所と食事施設のいい点悪い点なんですが、まず直売所、これは自由記述で、意見を聞きました。値段は悪い点はなく、値段に関しては特に不満はないようです。商品については品数が少ないなどの不満が見られます。直売所の利用者が少ない要因ではないかと思います。建物、ちゃんとした直売所の建物を用意してほしいという意見が見られます。おとぎの里物販所のオープン直後の調査のため、オープン以前の状況への意見かと思われます。続いて、食事施設についてです。メニューについてですが、手軽に利用できる、新鮮なものが食べられるという意見から食事施設に対しては不満は少ないと考えられます。施設についてですが、専用の施設を設けてほしい、返却所や座席などに改善の要望もありました。最もにぎわいのある食事施設にしたいという思いが見受けられます。道と川の駅の各施設についてのいい点悪い点、こちらも自由回答で、意見を聞きました。さまざまな施設がありすぎてよくわからないという意見があります。それぞれの施設について情報の、周知 PR が不足しているように思います。特徴的な品物がないという意見や、飲食施設直売所の拡大など、上田道と川の駅ならではのさらなる魅力づくりが求められています。今後の施設の在り方については、地区住民の生活拠点と答えた方が24人と最も多かったです。ただし地域の施設としての利用だけではなく、観光客が利用できるような施設を求める意見も同じ程度、の数が見られました。版画地区の観光振興についての賛否、まず観光振興についての賛否ですが、大多数の人が観光振興には、肯定的な考えです。必要なしという回答は、14% と少数でした。どのような観光振興を目指すかという質問には、版画にある資源を生かした観光を目指す意見が最も 67%トと多かったです。新たな観光の開発には消極的だと考えられます。版画地区をより住みよい地域としていくために必要なこと、あってほしいことという質問に対しては、若者の地域離れ、子どもの減少に対する危機感が最も多かったです。交通の便や地元での仕事がないことが要因だと思われます。渡し船や特産物の栽培といった新しい取り組みによる地域の活性化を期待する意見もありました。ご自身、ご家族の将来について心配事や不安に思っていることという、質問に対しては、少子高齢化問題に伴う子育て、老後の心配がとても多かったです。交通の不便さから、病気になった時、車が運転できなくなった時が心配との声もありました。若い世代の人材流出、後継者不足への不安も多く見られます。土砂崩れや水害といった自然災害への不安に対する意見もありました。続いて上田西徳の駅利用状況調査について環境ツーリズム学部3年宮崎理乃が発表したいと思います。西徳の駅利用状況調査の概要です。調査日時は2011年11月26日土曜日の午前11時から16時と11月29日火曜日の11時から16時まで行いました。調査内容は利用者数調査で駐車場に入ってくる自動車や自転車の台数をカウントしました。また駐車場から上田西徳の駅の敷地に入ってくる人の数をカウントしました。また利用者アンケート調査ということで長野大学環境ツーリズム学部社会調査研究受講生が質問用紙を持って来店客にアンケート回答を依頼し実施しました。今回の発表では調査時期は異なりますが参考に2年前に実施した道の駅青木と別所温泉農産物直売所の調査結果と比較して発表したいと思います。最初に利用者数の調査です。来客数は29日に比べ26日は人と犬の利用が多かったです。休日に駐車場を利用した観光バス1台で20から30の来訪客が上田西徳の駅を利用しました。またトラックは29日の方が多く休日に自転車利用での来訪客が見られました。アンケート調査の回答者の属性です、性別は道徳の駅の利用者は男性が多いのに対し青木別所では女性客が多かったです。年齢層は道徳の駅、青木別所すべての場所で50代以上の利用者が半数を占めています。居住地は県内からの来客が約8割と多いのに対し別所では休日に県外からの来客が多かったです。また当地での行動について休日は日帰り行楽で来た人が多かったです。別所では宿泊客が多くを占めています。購入したものでは農産物の割合が多く特に野菜果物が多かったです。また26日は何も買わなかったという回答が一番多く立ち寄っただけの人が多かったです。青木別所を見ても野菜の売り上げが多いですが未購入は少なかったです。買い物をする理由について両日とも偶然の立ち寄りと観光ついでという回答が5割以上でした。青木では安心安全と新鮮が多く別所は観光ついで価格が安いが多かったです。また青木別所では新鮮という回答が約3割でしたが道徳の駅では約1割程度と少ないということから新鮮さという面では認知度が低いということが考えられます。道徳の駅の利用頻度では両日とも初めてという方が約5割いました。青木に比べるとリピーターの数が少ないということが分かります。と三郷川の駅の商品メニューへの評価で魅力的なものがあるという項目については26日よりも29日の方が肯定的な回答が多かったです。青木別所は肯定的な意見が約8割で否定的な意見はごくわずかなのに対し三郷川の駅は約2割否定的な意見がありました。量は十分だという項目に対しては三郷川の駅での肯定的な回答は両日ともに肯定的な意見が青木別所に比べて少なかったです。品揃えは十分だという項目では両日とも肯定的な回答が全体の約2割だったのに対し青木別所では肯定的な意見が約5割を超えていました。品質が満足できるという項目では両日ともに品質に満足できるという意見が約5割を占めています。また青木別所では肯定的な意見が7から8割と多くを占めています。価格が満足できるという項目では価格に対して肯定的な回答の人が両日とも5割以上を占めており否定的な回答はごく少数でした。また青木別所でも価格が満足できるといった方が約8割以上と多かったです。三郷川の駅の売り場への評価ですが買い物がしやすいという項目では両日とも買い物がしやすいと思っている方は全体の約5割を超えていましたが青木別所でも約9割ととても高いです。否定的な回答は26日が約3割あるのに対して青木別所はほとんどありませんでした。活気があるという項目では両日とも肯定的な回答が約2割で全体的に活気があると思っている人は少ないということが分かります。青木別所でも施設の評価項目の中で最も肯定的な意見が少ないということから活気という面で高評価を得るのはなかなか難しいということが分かりました。清潔感があるという項目では両日とも肯定的な回答が約8割と圧倒的に多く否定的な回答はほとんどありませんでした。青木別所でも同じぐらいの割合です。店員の接客が適切だという項目では両日とも否定的な回答は1割以下ととても少なく肯定的な回答は29日が約6割と多かったです。青木別所でも肯定的な意見が約8割ととても多かったです。場所立地についての項目では29日は肯定的な回答が約8割と多く否定的な回答は両日とも全体の約1割程度とごく少数でした。また青木別所でも肯定的な意見がとても多かったです。最後に今後の施設の在り方についてですが地域住民と三郷川の駅利用者の両方が地域住民の生活拠点というのが最多となっていました。また三郷川の駅利用者では住民アンケートでは最も少なかった版画地区の情報発信拠点が2番目に多く行楽・交流の拠点の回答数も約2倍と施設利用者は観光客向けの施設利用を希望している人が多いということが分かりました。以上で発表を終わりにします。ありがとうございます。